門口から見た丸山大飯店1階ロビー、天井園山大飯店は台湾台北市に位置する中国建築が特徴のホテル。県大公園に隣接し台湾神宮の跡地に建設されており台北のランドマークになっている。丸山大飯店は日本統治時代県深山に混流されていた台湾神宮の跡地を利用して建設された。建設に際しては 竜の彫刻を多用し、竜宮との衣装を有す。また、竜以外にも石子、バイをふんだんに用い、中国建築の特徴を全面に出した装飾となっている。またこのホテルでは、地下道の存在も有名である。過去において、演山大反転が政治色が強いホテルであったため、小解析相当時代、長さ180メートルの地下道が建設された。 1963年の改築の際には、東西2本の地下道が設けられ、滑り台も設置された。地下道はホテルから県丹公園と北安公園に連絡している。現在は予約制で一般に公開されている。開業当初は世界に冠たる中華民国一のホテルという方針で日本語は愚かい英語によるサービスすらしようとしなかったが、現在は、 経済発展によるビジネス主義への転向と国内外の正常の変化により、英語、日本語によるサービスを受けることができる。ホテルと台北都市運、丸山駅、県丹駅をそれぞれ往復する無料のシャトルバスが、丸山駅行きはおよそ20から30分、県丹駅行きはおよそ40から60分間隔で運行されている。ありがとうございます。